この大事な一戦、1番ライト野間、ルーキーの野間を今日の試合プロ初スタメンで起用しました緒方監督です。ご覧のように背番号15黒田博樹が帰ってきました。受けるキャッチャーは相澤、黒田相澤のカープバッテリーです。今日も超満員、3万人を超えるファンがこのスタジアムに詰めかけました。その視線の先、全てこのマウンドに注がれています。8年ぶりにカープ復帰、黒田博樹、誰もが今この瞬間を待ち、この黒田博樹が投じる一投、固唾を飲んで見守ります。プロになって以降、これまで日米通算483回マウンドに上がってきました。どんな時でもマウンドに上がる時の気持ちは変わらないという黒田。ただ今日のマウンドに関してはどんな心境になるのか上がってみないと想像できない、そう話します。メジャーでもなく他の球場でもなく、ここ広島マツダスタジアムで黒田博樹の今シーズンが今幕を開けます。初球は142キロのボール、ファールボールでワンストライク。